こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、なんかあっという間に8月も終わってしまいましたな。皆様この夏にはどんなことをしましたでしょうか。あまり外出などもしづらかった分、お家の中で何かに没頭したという方も多かったかもしれないですね。ですな、実は私は自作 PC の他に、ラジコンデビューをしました。これがマジで面白い、動画化するかはわかりませんが、超ハマりました。ラジコンだったりプラモだったり、時間をかけて組み立てたりするものは楽しそうですね。思っていたよりもシンプルな構造で、自作 PC みたいな感覚で楽しめますねこれ。とまあ余談はこの辺にしておきまして、今回もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。毎度のことながら、本企画への応募方法に関しては、動画の最後でアナウンスさせていただいておりますので、応募してみたい、という方はぜひ、動画の最後をご覧ください。では早速一人目の方の紹介からやっていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー254番、ファンネルさんからの投稿です。ファンネルさんからは、5枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。マイクめっちゃ大きくないですか？そしてディスプレイも個性的。中央に2枚と、それを囲むように、縦置きが2枚、あと下にも、小さいやつが1つの合計5枚ですかね。5枚のディスプレイはなかなか見ないですよね。正面2つがメインで、左右と下の1つは補助的な感じですかね。下のやつはディスコードが置いてあるっぽいです。縦置き、2枚は、どんな感じで使い分けるのか気になりますね。ちなみにこの方は、2009年頃から生配信をされているようで、その関係で配信用のソフトとか、配信画面とかを置いておくんじゃないかと。確かに配信時は表示しておきたい、ウィンドウも多いですもんね。ちなみにこの PC のメインの用途としては、Apex や Valorant、LOL などのゲームをプレイされるのがメインとのことです。ゲームプラス配信環境って感じですな。ちなみに利用されてる入力デバイスに関しましては、キーボードはリアルフォース、マウスはロジクール3となっているようです。左手用キーボードもありますね。これは形状的にもレーザーさんですかね。ゲーム時は左手用でプレイされるんでしょうかね。ちなみに、利用されている G700S というマウスですが、こちらはすでに生産終了となってしまったようで、現在4台ストックされているとのこと。これがいい。と思った商品が生産終了してしまう悲しみよ。特にガジェット業界はサイクルが早いですからね。販売が終わる前のストックは非常に重要です。では、次はいただいた PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC 内部のお写真になります。久々に見るグラボ2枚出し、どちらもかなり大きいグラボですな。あまり LED 装飾はされていないケース内ですが、ライゼンリテール君は、その中でも輝いてますね。私個人的にはこのくらいの LED 装飾がちょうど良い感じがしますね。ケース全部光らせるのもかっこいいですが、結局足元で見なくなっちゃうのが切ない。装飾にこだわる場合には、卓上に PC を置いて眺められるような環境づくりが大事ですね。大型ケース好きな私としては結構辛いところがあります。で、気になるこちらの PC のスペックに関してですが、CPU にライゼン 9900X を搭載、メモリは 32GB となっており、グラボには RTX2080 と GTX960 を搭載しているとのこと。ちょっと世代が離れたグラボを利用されているんですね。ですな、ちなみに2台にした理由としては、あの数のディスプレイへの出力を可能にするためとのことでした。ちなみに、このくらい離れたグラボでも2台搭載って問題ないんですかね？今回のケースで言うと、同じ NVIDIA さんの製品ですし、特に問題はないんじゃないかと思いますぞ。AMD さんとの組み合わせ、となるとドライバの関係とかで、割とトラブりやすかったりというのは聞いたことがあります。まあ、今回の方はこうして5画面運用をされているので、特に問題なく動くことが立証されているわけですな。ということで、エントリーナンバー254番、ファンネルさんからの投稿でございました。ファンネルさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からは動画チャンネルのリンクをいただいております。こちら概要欄に掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。ちなみに Apex や LOL を中心に配信活動をされているようでしたぞ。では、次の方の投稿に行ってみましょう。
よろしくお願いします。エントリーナンバー255番、ミラピーさんからの投稿です。ミラピーさんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。これまた個性的なディスプレイ、上に小さいのが一つ乗っていますな。この小さいディスプレイを下に置くのは時々見ますが、上に置くのは初めて見たかもしれないですね。上下に白い爪が見えるので、おそらくタブレットスタンドとかであの位置に固定されている感じっぽいですな。これは面白いアイディア。ちなみにこの方も配信活動をされているとのことで、やはり配信をすると考えるとディスプレイは多い方が便利ですよね。左上が、もしかしたら、配信ソフト用とかかもしれないですね。左上のミニディスプレイの用途はぜひ聞いてみたいですな。で、利用されている入力デバイスに関してですが、キーボードはなんと自作、マウスはロジクールさんの製品とのこと。最近自作キーボードを利用される方も見かけるようになりましたね。やっぱり世界に一台、っていうロマンもそうだけど、自分の好きな軸、自分の好きなキーキャップを合わせられる魅力は大きいですな。前にゲームをするキーだけは赤軸で、他は茶軸、って方もいましたよね。自分の用途に合わせてのカスタムはめっちゃ楽しそうです。最近はキットなども売られているので、手軽に始められるのもいいですな。ちなみに、卓上には他にタブレットを設置しており、普段は時計として利用しており、配信時にはモニター用としても使われているそう。PC とは、別に完全に独立した端末があると、何かと利用できそうな感じはしますよね。私も普段はタブレットで動画を流しながら編集したりしてます。PC のスペックに影響を与えないのが良いですな。では次はいただいた PC によったお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC によったお写真になります。ちなみに大きく写っているのがメイン PC、手前はサブ PC とのこと。あ、サブも利用されているんですね。メールによりますと、基本的に配信時はプレイをメイン PC で行い、そこからサブ PC でキャプチャし配信しているとのこと。配信にこだわる方だと、結構、この2台体制で配信している方も多いですよね。ですね、やっぱり配信用ソフトもかなり性能を持っていくので、ゲームを最大限快適に楽しみながらとなるとこの体制が良いですな。では気になるこちらの PC のスペックに関してなのですが、まずメイン、CPU に i9-9900K を搭載、メモリは 16GB となっており、グラボには RTX 2070スーパーを搭載したマシンとのこと。で、次にサブですが、サブは CPU に i3-9100F を搭載、メモリは同じく 16GB で、グラボには GTX960 を搭載したマシンとのことですぞ。サブは、構成的にも配信専用という感じがしますね。録画や配信には、これぐらいが、むしろちょうどいいのかも。配信や録画という用途で絞れるのであれば、正直このくらいであれば全然余裕という感じでしょうな。ゲームを配信、録画したいけど、その時にフレームレートが落ちるのは嫌だ、という方はぜひ、こういった2台構成での録画や配信を試されてはいかがでしょうか。ということで、エントリーナンバー255番、ミラピーさんからの投稿でございました。ミラピーさんご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からも動画チャンネルのリンクをいただいております。こちら概要欄に掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。ちなみにこの方は COD やエスケープフロムタルコフなどを配信されているようでした。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー256番、豆柴さんからの投稿です。豆柴さんからは、5枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。非常にスタイリッシュ。デスクは DIY にて制作とのことですぞ。この企画って、結構な数の方がデスクまで DIY されてますよね。やっぱり自分好みの広さ、とか、奥行きは絶対欲しい、とかこだわった結果作った方が早い、というケースが多いんでしょうな。あといろんな方を見ていて思うのが、自作をする方ってそもそもものづくりとか、機械いじりとか好きな方が多いと思うので、やっぱりこういうデスクを構想して、制作してという過程が楽しい、という場合も多いんだと思います。確かに何かしらものを作ったりする趣味の方は多いですね。
って、こだわりポイントとしてデスクは左右に分けて、右が作業スペース、左が PC スペースとしてご活用されているとのこと。この方はどうやら YouTube にて DIY 系の動画をアップされているようで、DIY なんかの作業場所として使っている感じなんですかね。で、利用されている入力デバイスとしましては、キーボードは E 要素3、マウスはロジクール3のトラックボールという構成のようです。トラックボールということは、あまり、ゲームをメインとはされていない感じですかね？実はそんなことはなく、この PC のメインの用途としては、ブラウジングなどの日常使いと、コナミさん系の音ゲーがメインとのことですぞ。なるほど。音ゲーマーさんだったんですね。音ゲーはキーボードが主体になるかと思うので、マウスはトラックボールでも問題ない感じなんだと思いますな。では次はいただいた PC によったお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC によったお写真になります。さっきのディスプレイに隠れる形で小型 PC が置かれていたんですな。ディスプレイの裏にすっぽりと隠れるので、このサイズだと、すごく収納性がいいですよね。あと PC の上に置かれた芳香剤、でいいのかな？こんなおしゃれアイテムまで完備、マジでシャレオツですな。ちなみに私の PC デスク周りは秋葉のジャンク屋を忠実に再現した底はかとない香りが漂っております。ジャンク屋から連れてきた子たちが放つ、ナチュラルな香り。デトックス効果も期待できます。で、気になるこちらの PC のスペックとしましては、CPU に i5-1400F を搭載、メモリは8が2枚で 16GB、グラボには GTX1660 スーパーを搭載したマシンとのこと。ちなみにこのスペックですが、コナミさんより発売されていたゲーミング PC を、できるだけ同じ構成でお安く組んだとのことですぞ。コナミさんの音ゲーをプレイするのだから、せっかくだからコナミさんが出したスペックで、って感じですかね。そうかもしれないですな。このスペックなら、音ゲーであればまず間違いなく快適にプレイできる水準だと思いますね。やはりハイエンドを必要とはあまりしないので、コストパフォーマンスに優れたパーツ選びをされていったとのことでしたぞ。正直 GTX1660 スーパーは私も欲しい。性能も価格もちょうどいいんですよね。ただ今はグラボがめっちゃ高いので、あまりコスパが良くなくなってしまったのが残念。ということで、エントリーナンバー256番、豆柴さんからの投稿でございました。豆柴さん、ご投稿誠にありがとうございました。この方からも動画チャンネルのリンクをいただいております。こちら概要欄にて掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。ちなみに動画は DIY のことと、音ゲーのことを投稿されている感じでしたぞ。ということで、今回は以上3名の紹介で終わろうと思います。ご投稿いただきました。ファンネルさん、ミラピーさん、豆柴さん、ご投稿誠にありがとうございました。ありがとうございました。では最後に毎度恒例本企画への応募方法に関してですが、本動画概要欄に写真投稿に関してはこちら。という形で、私のブログへのリンクが設置してあります。まずはこちらのリンクより私のブログにアクセスしていただきまして、そこに記載されている応募に関するルールや要項をよくお読みいただき、ご同意いただける際には、指定のアドレスまで、本文記載、画像添付の上をお送りくださいませ。万が一ルールに反した内容になってしまいますと、ご紹介ができなくなってしまいますので、ブログの内容はしっかりとお読みの上で、ご応募をお待ちしております。じゃあ今回の動画はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。